はい、こんにちは。速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回のテーマはね、飲酒運転と FX なんですよ。で、これ別に無理やりね、飲酒運転と FX 結びつけたいってわけじゃないんですけども、実はもうね、半年ほど経ったんで、そろそろ話してもいいかなと思っている、この飲酒運転の事故と、FX に足を突っ込まない方がいい、もしくは覚悟ができるんだったら FX やった方がいいんじゃないかなっていうね、そういったマインドセットをなんとなく今日ね、人と話していてリンクしたところがあったんで、確かになーっていうふうに私は聞いていたんですよね。で、まずは飲酒運転の事故なんですけども、半年ほど前にね、私のものすごく親しかった方が数年ぶりに連絡をしてきたんですよ。で、その方にはね、私いくばくかお金を貸していて、特にもう気にしてはいなかったんですけども、いや、しばらくね、お金を返すのを待ってくれっていう風な連絡が来たんですよ。別にいいよって、忘れてんだったら忘れてるんでっていう風な形で、私別にね、お金を返してほしいっていう気持ちはもう消えていたんで、そもそも貸す時にね、私ね、貸すっていうよりも、いや別にあげるようなつもりだから、返す気になったら返してくれりゃいいよみたいなこと言ってたんですよ。私がお金貸す時そんな感じなんでね、言ったんですけども、その方が何を言い始めたかっていうと、お金を返せない理由が、実はね、飲酒運転で事故をしてしまって、相手の方にね、深刻な状況が訪れたと。お亡くなりになったのか、長期入院なのか、その辺まではちょっと聞けなかったんですけども、深刻な状況になって莫大なお金を払わないといけない。それは保険でなんとかなる部分もあるけども、それだけじゃとても済まないのと、あと当然会社もね、これを機会にクビになりそうだし、家族との関係も悪くなって離婚の見込みだっていうことなんですよ。で、細かく話すとね、個人が特定されてもいけないので、この辺にしておきますけども、実際その飲酒運転によって何が起きたかっていうと、相手の家庭も壊してしまって、自分の家庭も壊れてしまって、で、交通刑務所に入る見込みだそうなんですよね。で、そういったことがあるんで、返そうと思ったお金は刑務所から出てからの話になるかもしれないと。もちろんこれからどうなるのかってことはすぐは決まらなかったんだけども、半年前のことなんでね、今は割と身の振り方が決まって、どういう風になるのか分かってる状態なんですが、その辺についてはちょっとね、今日はお話を控えさせていただいて、半年前にそういうことがあったんですよ。で、なんで飲酒運転してしまったのかってことなんですけども、いや、酒を飲んだくらいで運転をミスったりとか事故をするっていうのを思わなかったという風に言ってたんですよね。そこで私はピンときたんですよ。この発想は何かギャンブルとかね、投資事をやってお金がなくなるとは思わなかったみたいな発想に似てるなと、もう一回申し上げますよ。お酒を飲んで運転して事故を起こすとは思わなかったと。事故を起こしそうだって思わないですよね。でもさすがにお酒を飲んで車を運転して事故を起こしそうだったら運転しないですもんね。だから気をつければ大丈夫と思って運転して、結果は重大なことになってしまったってことなんですよね。だからね、 FX もね、似たようなところがあって、負けると思わなかったって言えるぐらいの自信は、やっぱり徹底的な知識とかね、それから FX や投資の基礎知識やその基礎概念がしっかり頭に入った上で、トレーニングを繰り返してね、で、デモのトレードで常に勝ち越す、おおむね勝ち越すみたいな力がついたら、実際のリアルトレードで負けるとは思わなかったっていうのも説得力があるんですけども、いや、さすがにね、基礎知識もあんまり入ってない、テクニカルもあんまりパーフェクトではない、デモトレードで勝ったり負けたりしていて、それで実際のリアルトレードって勝てないよって話なんですよ。だから少なくともデモトレードで順調に勝てるとかね、それからもう開いてトレードするのが日課になっているぐらいの習慣化した状態で精神力を鍛えていってね、いつも同じような状態でトレードができる、その上で実際のリアルトレードってものをやれば、それはね、そこそこ負けないんじゃないかなと思うんですよ。それにしても負けることがありますからね。デモで順調にいっててもリアルトレードではやっぱり気持ちの入れ方とか変わってくるんで負けることがあるわけですよ。だからデモでうまくいっててもリアルトレードでうまくいかないことがあるのに、デモでうまくいってない人はリアルトレードではね、それは勝てないですよね。でまた飲酒運転の話に戻りますけども、お酒を飲まなくったって事故ってのは起きるわけですよ。お酒を飲んでない状態でも気をつけなければいけないし、スピードは控えめに、カーブの時はゆっくり減速して信号は早めに止まるみたいなことをやっていなければ、事故なんて自分が起こすだけじゃなくてね、周りの状況とか相手からもらうってこともあるわけなんですよね。でそういう状態の時に自ら自分のその基本動作を悪くするような飲酒ってものをやることによってね、もっと状況悪くなって事故の確率上がるわけですよ。だったら運転しちゃダメだよねってことなんですよね。でまた FX の話に戻りますけども、ややこしくてすいません。勝てるかどうかわからないデモトレードのレベルなのにリアルなトレードやっちゃダメでしょってことなんですよ。ここは本当にね、私ね、繰り返し申し上げたいんですよ。FX をね、私から学んでる人の中にもリアルトレードでお金が減っていってるんですっていう人がいるんですけども、いやデモトレードしっかりやったんですかと。デモトレードがまだね、そんなにキャリアがないのになんでリアルトレードそんなに焦ってやるんですかと思っちゃうんですよ。でリアルトレードでお金がなくなったらもうすでにトレードするモチベーションすらなくなるわけですよ。つまり精神力がゼロになるっていうパターンですよね。だからデモトレードで当たりがつく、つまりおおむね勝ち越せるなってことになったり、デモトレードで自分のシナリオが書けたり、シナリオの根拠がいつも見つかる状態、これが基本動作ができた状態なんですよ。その状態で勝ち越してる人がリアルトレードに行ったら勝ち越す可能性は結構高いんですよ。勝ち越してると資金が増えるからモチベーション落ちないでしょ。だから緻密にいかないとダメなんですよ。それこそキャッチボールもしたことがない、練習試合もしたことがない人がいきなり甲子園に立ってね、試合できますかってことなんですよ。だからね、やっぱりなんとかなるさはなんともならないんですよ。だからそういう風なね、根拠のない自信は一部の天才を除いて絶対通用しないんで、今回は飲酒運転と FX のことについてね、ちょっとこうつなげてみたんですけども、だってお酒を飲んだら事故の確率上がるわけですよ。お酒を飲まなくったって任意保険に皆さん入るでしょ。それはお酒を飲んでない状態でも事故を起こすかもしれないっていう恐れがあるわけじゃないですか。正常ですよ。だったらデモトレードで十分勝ってない人がリアルトレードに出ちゃうって、無保険で飲酒運転してるようなもんだというふうなまとめでございます。それでは今回以上です。